一宮市立北部中学校は、愛知県一宮市木船一丁目6番19号に、ある公立中学校。通称、一宮北中、または、北中。木船小学校、宮西小学校の校区の生徒が通学する。学区内には、終わり国一宮であり、一宮市の名前の由来にもなった松見田神社がある。西側には、一宮市立市民病院約本地公園があり、 東側には、市宮市立木船小学校がある。かつては染色業が盛んであり、多数の工場があったが、現在は、工場が、住宅地に転用されている。染色業は高価にも謳われている。地、徳、体の調和の取れた魅力ある生徒の育成を、教育目標とし、ウィーラブ北中をキャッチフレーズとしている。春から夏には、期間限定で、相撲部が設置され、 2015年度や2017年度に全国大会に出場している。水泳部は2013年度、2014年度、2015年度に全国大会に出場している。春には陸上部が、冬季には駅伝部が期間限定で設置されている。2007年7月27日にはハンドボール部の練習中に男子部員が熱中症で倒れ、8月26日に熱中症の 発症を原因とする多臓器不全で死亡した。遺族の両親は、北部中学校を相手取って、業務上過失致死として、刑事告訴し、愛知県警が、校長や顧問を書類送検した上に、名古屋市を相手取って、民事訴訟を行った。2007年9月26日、名古屋地方裁判所一宮支部は、顧問の教諭らが十分な予防措置を講じていたとは、認めがたく、 熱中症発症について歌失が認められるとして4550万円の支払いを命じ、刑事告訴を取り下げることで和解した。2014年には32歳の教諭が居酒屋で飲酒後に車を運転し、パトカーから停止を命じられた者の逃走を図って、物損事故を起こした。事故後の呼気検査で 0.3mg リットルのアルコールが検出され、書類送検された上に、 教員免許を剥奪された。ありがとうございます。